辛ラーメン食うぞ、うん、米あったらそうです。辛ラーメンでそのプラスうどんにする。しかしここは本当にどこだろう。でも一回ここ君通ってるはずだけど、逆側から。はあ、シニアマンションって言い方あれだけど、要は介護施設じゃない。消すと暑いし、寒いんだよな、今なんか微妙に。あそこから出るんだろうな。横浜線、うちの家の方だったりした。なんとなく。これ多分裏から出るんだろうな。分かった。どこ分かった？うん、通ったことないけどね、この道。なんだっけ、あそこの大通り出るところ、大通りのところの左をどっか真っ暗って分かってるでしょ。うん、そうだよ。ここは俺初めて通るわ。多分抜ければスーッと行けるんだろうな。ああ、そんな感じもありそう。うん。あんあん、スーパードライが300円です。わからん。まあ安いんだろうけど。何ですか、おんか。ちょー。5日目で発見なのかな。何が
痛い？あ、1週間だ。うわ、怖。熊本で登山、はいはい、してた人が遭難しちゃったんだよ、うん。まあ、奥さんがもう帰ってくる予定の時間、あ、じゃあ一緒に同行してた人がなんか最初に降りて、うん、途中でなんかまた下山、何、登山口で会おうねみたいな感じで一回離れたんだって。で、その人がその駐車場に戻った時に自分の車とその同行者の、あれ、交通課長見たことある、うん、そんで車があって、まだ本人がいなくて、時間的にもこれはさすがにちょっとまずいぞと思って警察に捜索願い出したらしいんだよ、うん。で、そこでツイッターでも、うん、家族の奥さんが捜索願いお願いしてて、結構いろんな人がさ、山、やっぱほら奥さんだって別に自分が山に行ける人じゃないから、下手に行ったら遭難するだけじゃん、うん。結構大掛かりな捜査あったんだよ。で、ボランティアで山行ってさ、捜索してくれる人とか、うん、わざわざなんか自前のドローン持ってって上空から、ドローンだと普段行けないところ見に行けるわけじゃん、うん、落ちたかもしれない場所、うん、みたいな、そういう捜索してて1週間ぶりに、なんか今日だから分かんないけど、およそ見つかったらしい。渋滞しています。まあ大きな怪我はしてないって言ってるけど、衰弱してるんですけど。あ、来てたんだ。いや、よかったなと思って。よかった、大体なくなってるよ。ツイッターとかで見てたし、なんか山って他人事じゃないから余計に心配で、まあね、あ、よかったと思って今、うん、全然わからん。いや、ツイッターでずっと見守るしかできなくて、熊本なんかもうどうしようもできないし、いろんな人がマジでボランティアでさ、捜索しに行ってる人多かったから。あれ34、縁の上公園。あー、本当にこれ入ってんだね。いや、ここは分かんないわ、仕事で動かないし。大体分かったよ、でもどこ、うん、あれの走ってるのかなっていうところは大体分かってきた。ビジタベーナ、ね、捜索してた他のグループが発見したらしい。なんか林道側に降りてってたらしい、自力で。で、水だけで7日間しのいだらしい。へ、怖かったよね。熊とかにも遭遇しないでよかったね。うん、いや、奥さん、そう、動けない理由が今はよくわかった。妊娠中だって。それはダメだよ。いや、てか悪影響だよな、妊娠中に。うん、旦那さん38歳だって。いや、よかったよ、見つかって、うん。あ、若いんだよ、奥さん。だって妊娠中だからもうそのぐらいなんじゃない、うん。あそこし、ああ、これ仙山とこ出るんだ多分。うんうん、高山だって、あれ行ったとこね、行ったとこだね。左にケーキあるとこにしよう、うん、あれ、あのケーキ屋さん美味しいとこじゃん。うん、だと思う。そうでしょ、だって高山、そうだよね、これ、ここ、うん、ここでしょ、ケーキ屋さん。うん、あらあら、今日結構ケーキ売ってんだ、平日だからか。面白い、ここに出た。あ、こんなとこに出んの。それはわかんねえよ、俺この道全然。でもちょっと楽しかったね、またヤビツ行こうぜ。うん、あ、こっから来てんだ。この先、流線しています。でしょうね、こっから来てんだよ。ケーキ屋さん寄ってくってなると多分そこ通る、うん、ここ通る。じゃあ姉ちゃんたちあそこ通ってくるんだ。あんな道通ってくるんだ。結構渋滞に引っかかるとだるいね、確かに。だるい。結構た、うん、来るじゃん、渋滞してるから遅くなる。うん、言うてうちらも渋滞はまるとクソめんどくせえけどな。うん、あ、分かった分かった。じゃあここも道出るわ。あっ、山だ。300m 先、縁の目を右方向です。そろそろ休憩しませんか。大丈夫です、腹減ったで。
さんまでちゃんとお辞儀してくれてる。